の呪い無限がついていた時の違い、初心者の場合。さっき見つけたこの装備、束縛の呪い無限って書いてあるけど一体どういうことだろう。まあいっか、このままにしちゃえ。うわあ、モンスターさんだー。誰か助け。わあ、全部なくなっちゃったー。でも待って、ボールだけ残ってるんだけど、えへへ、これはラッキーだー。上級者の場合。おいおい、なんだこの装備は、死んでも脱げなくなる。このままではエリトラが装備できないから、なんとしても外す必要があるな。まあ所詮は装備、耐久値をなくしていけば壊れてなくなるだろうぜ。コマンド J の場合。束縛の呪い無限、ははははコマンドにかかればそんなもの、クリアコマンドを execute と。え、うわー、誰か止めてー。嵐の場合。死んでも脱げなくなる呪いか。そうだ、いいこと思いついた。家の前にトラップを仕掛けてと。うわー、外にエンダードラゴンだー。どこ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 。え、うわー、誰か外してー。はははは、わらわらわら。ハッカーの場合。